皆さん、こんにちは。FP の坊です。今日はですね、新築中古一戸建てはどっちがいいのというテーマでお話をしていきます。まずポイントだけお伝えすると、どっちでもですね、ちゃんと計画が立って予算とかが合っていればいいんですが、特に中古の場合ですね、築古いのを買う場合は、どうしても中古い、ボロボロになる可能性がありますので、より注意しなきゃいけないかなというところがポイントかと思います。では、画面共有して進めていきますが、ということで、新築中古どっちがいいのっていうところですが、まず、選ぶ前に知っておきたい4つのポイントということで、ホームインスペクションですね。これちゃんとやっておいた方がいいと思います。新築でも中古でも、リフォーム済みの中古でもですね、外見きれいでも、中、ボロボロの可能性があります。で、なんか不備がある可能性もありますので、新築でもですね、ちゃんとやっておいた方がいいですねっていうところかと思います。あとはですね、新築の建売りの場合ですね、どんどん値下げしていきます。建物建った後の方が安くなります。でもですね、1個しかありませんから、どこで買うかってすごい難しいんですが、予算があればですね、選んじゃった方がいいかなとは思います。あとは中古住宅の耐震性ということで、2000年より新しいものであればですね、強い耐震基準でありますが、逆に昭和56年時代のものに関しては、耐震基準強くないので、その辺も考慮しなければいけませんよというところです。で、新築一戸建てのメリットですが、ポイントだけ聞きますと、ここですね。当然ですね、新しく建てるんで、流行りの設備とか間取りが採用されてますねと。特に注文であれば自分で選びますよねというところがポイントかと思います。あとは何よりも一番のメリットは税制面の優遇化ですかね。ということで、固定資産税とか登録免許税とか、あとは住宅ローン減税とかもありますので、中古よりも、優遇されてますよってとこかと思います。そしてデメリットです。買った瞬間に2割下がるっていうのはですね、そうかもしれないし、そうでもないかもしれないってとこではありますが、特にこだわりの注文住宅を建てた場合ですね、あなたのこだわりは、ね、他の人のこだわりではありませんから。下落幅は大きくなる傾向が多いですよってとこかと思います。あとは、どうしてもですね、実物がイメージしにくいですよね。土地の段階でなかなか普通の人はですね、立った後のイメージ立ちません。日当たりどこかわかんないですが。でも、その中でも買わなきゃいけないので、そこはデメリットかなと思います。一方で、中古の場合ですね、物件価格は一般的に抑えられますが、特にこだわりのリフォームなんかしちゃった場合にはですね、そんなこともないかもしれませんねっていうことです。でも、やっぱり中古の一番のいい点は、イメージしやすいですね。建物建ってますから、日当たりとかもわかりますし、イメージしやすいのはメリットかなと思います。で、逆にデメリットですね。さっきの税制面、新築よりも優遇が少ないのと、何よりもやっぱりですね、築年数によっては老朽化が心配、ここだと思います。リフォームをして、ね、周りきれいにしたとしてもですね、中身はですね、きれいになりきってませんと。どうしても劣化していることもあるかもしれません。なので、その辺も考慮して長期計画を立てた上で、特に古い物件に関しては考えていった方がいいのかなというところかと思います。ということで、本日は以上になりますが、こんな感じで短くて役に立つ動画いっぱい上げていきますので、また見てくださいね。では。